今気づいた。そうだね。はい、正解、メール。そうです。そうなんですよね。21時ぐらいに起きる予定だったんですけど、ちょっともうこんな時間まで、ね、寝てましたね、いつの間にか。そうだよ、だって私起きたのさ、開き直るのダメだね。よくないね。よくないですね。うわぁ、やったね。やったよやったよ、メール取ってる皆さんすいません、本当に。そう、うわー、やったね。これはね、ちょっとね、とりあえず755でね、送りますね。うわー、よく寝たよ本当に。いや、寝落ちではないんですよ。そう、まあこの時間寝たらこんくらいに起きるだろうみたいな感じで、そうコロンってなって出ました。よし、じゃちょっと今から755で「おやすみ」って送るね。2日続けてだね、今回。そう、今やっちゃうね。今やっちゃうわ。ね、あ、今日の服綺麗でした、ありがとう。今日の服さ、本当は秋物なんですよ、多分。冬ではなくて。でね、着方というか、着方が全然わからなくて、どうやって着たらいいのかなみたいな。そう、着方が本当にわからなくてね。あ、なんかやじこめに皆さんお話し会の話とかまた書いてくれてる。そう、みんなお話し会の感想ここにいっぱい書いてくれてる、嬉しいね。待ってじっくり読みます。まあ、今日の夜、今日の夜でも夜だけど、私の中での夜。 また読みます。ありがとうございます。そう、あれ、そのこの服の着方が分からなくて、なんか何合わせてもなんかお腹見せるのもなーみたいな。これめっちゃね、私サイズ間違ったかなーって思うぐらい、丈が短くて、お腹 腕の丈は大丈夫なんですけど、腕の長さは大丈夫なんですけど、腕はちょっと長いぐらい、こっちがすごい。だって全部伸ばしたらもうほら、ここまでいくの、指がちょっとしか出ないみたいな。そういくんですけど、下のね、お腹の部分がね、そう、めっちゃ丈短くて、で、なんか何に合わせても胴長に見えちゃって、どうしようかなーって。 そう、私着れないから他の人にあげようかなーとか。着てもないしね、あんまその試着とかしかしてなくて、一日着たことなくて、この服だから。そう、だからすごい悩んでたんですけど、下に今日はね、なんか黒い服を着て、なんか全身黒で締めました。ズボン、なんだ、結構ハイウエストなズボンがあったから、それに合わせてみたらどうにかいけた。そう、それこそランちゃんとかこれいらないかなーとか思いながら、 本当に悩んでた服でした。よかった。まだ他にもね、買ったけど着方が分からなくて。
そう、着方が分からなくて、まだ着てない服とか、そう、あるっちゃあるので、そうね、徐々にょっとか組み合わせ考えながらいけたらなって。ネット買いだけど、前までね、すごい量だったの。質より量的な感じでいろいろ買ってたけど、最近は全然質の方を大事にできてる感はあります。だってね、可愛い服がたくさんあるの。あ、そうだ、あのね、私ピラコさんっていう大好きなイラストレーターさんがいるんですけど、その方がね、ニットを出したんです。これまでね、パーカーとかはあったんですけど、今回はニットをね、作成してらして、ちょっと今日届いたからちょっと開けるね。ちょっと待ってね。そうだそうだ、忘れてた。そう、今日ちょうど届いて、でね、開封の儀しようと思いまして、ちょっと住所が見えちゃうんだよね どうしようかな、ちょっとベベベベって入っちゃうね。いや、かわいいステッカーつけてくれてるのに ハサミで切っちゃおう。危ない危ない。よいしょ。別にこれはいいのか？ああ、でも。よいしょ。めっちゃかわいいね。ステッカーをね、貼ってくれてるんです。見て。かわいくない？かわいい。これもあれか。切ったら保存できるよね。チョキ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 。チョキ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 。なるほどね。こちらです。かわいいステッカー。もう貼れないけどさ。なんか保存できるくない？これちょっともうちょっと綺麗に切って、スマホケースとかに入れとこうかな。この中に入れちゃおうかな。仲間入りさせようかな。じゃあ開封します。よいしょ。開封の儀。あ、イラストレーターさん、そう、好きですね。なんか、イラストレーターさん好きです。あと武井千佳さんも好きだし、そう、武井千佳さんも好きだし。でもね、それぞれ系統が違うんですよね。そう、チュノジュジュノさん、チに点々で、ちっちゃいユにので、ジュノさんかな？ジュノさんとか。そう、リンちゃんの絵も好きだよ。ジュノさんとか、あの猫のイラストの人です。この猫のイラストの方がジュノさんね。ジュノさんとか。で、ピラコさんやろ？今回グッズをちょっと買った。あと、武井千佳さんは、あのね、女性を描いてるんですよね。人を描いてて、なんか、なんて言ったらいいんだろうね、ああいう絵は。すごく可愛いんですよ。色合いとか、渡辺直美さんのイメージが強いかな、私の中では。そう。すごく可愛いんですよね。届いた。ああ、や、か
かわいいわ。はい、あ、もう見えてるか。じゃん、こちらです。ニット、ピンクのニット。そう、かわいくない？かわいいよね。よくない？しかも生地もしっかりしてるし。あ、ここかわいいわ。こういうタグかわいいとテンション上がるよね。かわいい後ろもね。か、嬉しいね。本当にかわいいやつでしょ。そうなんだよね。めっちゃ嬉しい。やったーやったー、楽しみ。着るのが楽しみです。男性の方も着れるかな。男性の方だったらぴったりそうかも。ぴったりそう。そうね、お話し会で今度着ようかな。12月、なんかクリスマスっぽい時に着ようかな。いや本当に可愛い。うん、ピンク色最近ハマってるのかもしれない。あ、でもこのニットはたまたまピンクと黒しかなくて、でピンクが圧倒的に可愛くて、私の中ではね、私の中ではピンクが圧倒的に可愛いって思って、うん、ピンク買いました。使いやすさとかで黒がいいかなとか考えたんですけど、着やすそうじゃん。だからね、そう、黒もいいなとか思ったんだけど、え、なんか今考えたら黒がいいなとか思い出しちゃった。でも圧倒的に見た目はピンクが可愛いんですよ。そう、合わせやすさとか何も考えずに言うと合わせやすさとか本当に考えなかったらピンクが可愛いの。私の中ではピンクが可愛いの。そうピンクでいろいろ合わせていく、楽しむ、そう思います。そういや楽しみです。本当着るのが楽しみ。イラストがそうなんかわいいから、そうピンクがめっちゃ合うなって思った。黄色とかさ、緑とか絶対かわいいなプロデューサーかって感じだけどね。そうだね。いやでもかわいいわ。あれだね、最強だね。すごく感謝です。あ、奈良さんも私好きですね。そうだそうだ、奈良さんも好きです。奈良なんだっけ下の名前。あ、確かに。そっか、ニットもありなのか。冬限定だけど。奈良吉友さんも好き。ありがとう教えてくれて。書いてあったけど読み方が分からなかった。なんかみちさんとか思っちゃって。そう、奈良吉友さん、そう、男性の方なんですもんね。なんかさ、女性の方が書いてるって勝手に思ってて私。そうだって、私がこれまで多分好きになった人、イラストレーターさん女性が多くて、デザイナーさんじゃなくて、そう、イラストも、奈良吉友さんはイラストじゃないね。画家さん。そう、女性だと思う。女の子がね、女の子の絵がすごく印象的かな。代表作的な感じなのかな。女の子の絵が結構、なんか、第一にあって、でその次になんかワンちゃんとかね。そう、本当に素敵なんですよ。だから早く横浜の美術館に行ってみたくて、うん、そう、デコが広い女の子
あのね、ジブリの、ポニョの人間バージョンあるじゃん。なんかあれにちょっと近い。人間バージョンのなんか人間とそのポニョの、中間の地点あるじゃん。ちょっとなんか目がきつめのやつ。そう、あんな感じに、あんな感じのイラスト、すごく可愛くて。でもね、そのジブリさんのやつと違うのは、そう、なんて言ったらいいの、なんかタッチの仕方、色合いとか雰囲気がちょっと違うんだけど、いやでも素敵ですね。そうそう、独特だけど、なんかね、いいなーって思ったんですよ。半魚人ではないんだよ。普通に女の子なんですけど、中村ゆうすけさん、中村ゆうすけさんって私も話したかな。中村ゆうすけさん、ゆうすけやってんのかな、ゆうすけさん。あ、そうだ、中村ゆうすけさんも好きです。このイラストも好きなんですよね。そう、行ったもん、ゆいはんさんと一緒に行ったんですよ。そうそうそう、細かい感じの絵だよね。これもまた全然違くておしゃれなんだよね。そう、夜は短し歩けよ乙女とかね、見たもんな。そう、いや本当に好きですよ。この方のも好きです。そう、なんか似てないんだよね。それぞれみんな違う種類のイラスト描く方を結構好きですね。イラストだったり、まあ、画家さんかな。そう、好きですね。ねえ、アメも私もう全部あれなくなった。カンカンすごい可愛くて保存してます。ね、人気イラストレーターさん。で、さっき話した奈良美智さんの絵がたくさん飾ってる、あのね、青森の県立美術館、青森国立美術館、なんか青森の美術館で、あのね、彫刻とか置いてあるんですよ。彫刻もなんか普通の彫刻じゃなくて、空間彫刻的なやつ。そう、空間彫刻のやつがね、おっきいワンちゃんなんだけど、置いてあったりしてて、そう、空間彫刻だったりとか、そう、青森の、そう、今流行りなのかな。でも結構最近空間彫刻はよく見ますよね。道にも置いてあるし、そう、山口のね、宇部とかもね、空間彫刻たくさん街内に置いてあったりしてて、そう、さっき私横浜行ってた。横浜は何だ、そう、青森の方のね、美術館で奈良美智さんの作品たくさん飾ってある美術館があるので、まあそこ絶対行ってみたくて、そう、行きたい、夢。あ、そう、横浜とか空間彫刻ね、置いてある。意外と東京にも普通にあるしね。いやー、アーティストの方好きですね。埼玉から6時間が車で、車誰かを、誰が乗せてくれるかな。車、ね、アートの秋だ。もう冬だけどね。原美術館行ったんですよ。原美術館行って、
て、奈良美智さんの作品好きになったんですよ。そう、そうなんです。武井千佳さんのものは CM で見てて、なんかロゼットとかの CM やっててね、でずっと好きで、誰が書いてるんだろうってずっと思ってて、 SNS で見つけてからも、あ、この方なんだってなって追っかけるようになりました。最近ではスタジオの、デザインとかも手掛けてらっしゃってて、めっちゃ可愛いんですよ。やっぱ世界観がすごく好きです。そう、コラボめっちゃしてて、毎度可愛くて困る本当に。ピラコさんは SNS で見つけましたよ、私は。そうで、そしたら奇跡的な共通点で、私が山口県の下関市の、イベントやったんですよ。でその時に、地域の高校生だったり、ちっちゃい幼稚園の子たちだったりと交流したんですけど、その時にいた高校生の方らしくて、私が多分その時中学生だったのかな、まだ中3とか中2とかだったのかな、それが高 1？ あ、どこだ？そう、そうなんですよね。そう、そこで共演してたっていう、後から知ったびっくり話。いや、私より年上なんですよ。私が中学生の時に高校生で出てたのかな。まあほんとそんくらい、すごい偶然の話で、すごくない？なんかすごい運命感じて、ファンとしてはすごく嬉しかった。そう、ファンって言っていいのかな私。でもなんかすごく好きで、イラストが好きでね、そう、すごく嬉しいです。なんかね、なんかステージ上に立ってたんですよね確か。なんでコラボしたんだっけ、あ、こいちゃん一緒に踊ったんだよ。踊ってたらしくて、いや、ご縁だなと思いました。うん、いや、びっくりした話本当に。そう、なんだっけ、馬っていう字があったんだよ、名前。なんかね、すごい難しい感じのイベントでしたよ。何々交流会なんだっけ。あ、そう、バカン祭りだ。バカン祭り、バカン祭り、そうだ。そうで共演しました。いや、ほんとそういうことあるんだなーって。そう、あの時に共演してたっていう。でもまだ多分イラストレーター、まだ学生だったから、お互いまだ活動多分そんな大きくしてなくて、そう、多分しだしてからね、私も SNS で見て好きになったんですけど、けどね、ファンの方で、普通にね、ピラコさんのね、イラストをホーム画面トップ画にしてる私のファンの方ではないんですけど、なんかそういうファンの方をね、見つけたことあって、なんかね、どんどん人気になってるというか、そう、なんかすごい嬉しかった すごく嬉しかった。あと最近商品もなんかすぐやっぱソールドアウトになっちゃうから、やっぱ人気がすごく出てきてる方なんだよ、すごいなと思って、改めてすごいなと思って。そう、いや、古参じゃないんだよ多分そこまで、本当に古参の人はいると思うんだけど、そう、なんか嬉しいよね、なんか世間一般的に知名度が上がってるというか、
そう、すごく嬉しい。メグさんがそういえばピラコさんのロンティーみたいなのをね着てて、それも湧いた。私がなんかその買うのを泣く泣くやめたロンティーで、しかもそれがやっぱ可愛いなと思いながら。がみんなから見ても私みたいな感じなのか、いろんな、なんか一般の人が名前とか言ってくれるとめっちゃ嬉しいみたいな。わかる、わかるわ、わかるわかる。そう、結構グッズとかはあらかた見るんですよね。まあ、服も出会いですね。古場はね、そう、京都。フルーツバスケ、もう今日はあれだね、オタク談義だね。嬉しい。フルーツバスケットが通ると今日のその後があるんだって。フルーツバスケット嬉しい。通ると今日っていうのが、まあヒロインと、まあ、主力メンバーの中の一人の京くんなんですけど、まあ、今見てる人いるのかな、見出してる人。トールっていう、まあ、ヒロイン、主人公か、トールが主人公、あれは。いや、ヒロインにしとこう。で、と京っていう、2人がね、結婚したんですよ。もうなんかファースト、セカンド、ファイナルでもう3シーズンあって、で結果その2人が結婚して、その最終回ではね、もう2人がおじいちゃんになって、孫の代もう描かれてて、ラストフィニッシュだったんですよ。だからもう終わりなんだと思って、完全に完結なんだって。多分あと漫画もそこで終わってるんですよ。そう、だからもうこれで終わりなんだとか思ってたんですけど、まさかの続くらしいです。嬉しい。私あれは知ってたんです。トール、そのね、女の子のお父さんお母さんがね、結構早くに2人とも亡くなっててね、そう、トールくんすごく苦労してたんですけど、そのお父さんとお母さんのストーリーが映画化されるよっていうのは知ってたんですけどね。そう、すごく嬉しいね。しかもアニメでしか多分放送されないストーリーなんです。それがまたね、胸アツなんです。そう、フルーツバスケットファイナルで終わりませんでした。そう、嬉しい、嬉しいね、本当に楽しみだね。本当に嬉しい。いやー、本当に良かった。アニメです。そう、私これに関しては漫画も読みました。本当に漫画も読んだ。自分でもびっくりするぐらいどっぷりと。でも好きなアニメがね、最近の好きなアニメが本当に見つかってない。鬼滅の刃ぐらい。でも鬼滅の刃も今回の無限列車編、映画は見たんですけど、アニメの方全然見てなくて、そう、やばい。珍しくない？そう、原作も見た。なんか漫画も見てみたら良さが分かりました。あ、だからみんな漫画好きな人、なんか漫画好きな人の、そう、分かった気持ちが。
その原作にしか書いてない情報とか結構たくさんあるんですよね。フルーツバスケットに関したら、なんか、なんて言ったらいいの、全部終わるじゃん。で、これがね、また漫画描く方のさ、なんか遊び心っていうのがすごく見えるんですけど、結構3つぐらいに分かれてるとするじゃん、ストーリーが。そしたら1ストーリー終わるごとに、なんかちょっと端っこの方を使って、出演者っていうか登場人物の細かい設定書いてくれたりとかしてるんです、フルーツバスケットは。プラス白紙のところにちょっと遊び心でちょっとした絵をイラストを描いてくれてたりとか。そう、本当になんかね、そういうのを見てて、ファンの気持ちが分かった。いや、こりゃ欲しくなるわって思った。しかもそれが結構作家さんによって違くて、使い方が、白紙のところの使い方が、そう、作家さんによって違うんです。フルーツバスケットは今言ったみたいな感じなんですけど、そう、そうね、「鬼滅の刃」はワニさんがね、よく出てくるんですよ、作家さんなんですけど。そう、「やばい、急いでます」とか、なんかそういうちょっと面白い感じで。そうで、「フェアリーテール」は、フェアリーテールどんな感じだったかな。フェアリーテール、私は普通の原作の方はもう読み切れないので 読み切れないので、漫画でしか描かれてない「100年クエスト」っていう方をね、そう見たんですけど、そう、そこではね、あんまりその、てか漫画の世界で初めて知ったんですけど、なんて言ったらいいの、私は真島ヒロさんが全部書いてると思ってたの。でもそういう、なんだろうな、なんかその真島ヒロさんはもうファイナルで終わってて、完全に。で、その「100年クエスト」に関しては、まあ、引き継いだ作家さんがイラストとか描いて、ストーリーも少し相談しながらだけど、その原作の人じゃなくて、そう、絵が分かれてるみたいな、絵描く人がこっから違うみたいなことがある、なんかあっていいんだっていう驚きがすごくあってね、漫画に関して。そう、でもそれだけ「フェアリーテイル」がやっぱ人気だったんだって改めて思えて、すごく嬉しかったんだけど。デスノート知ってるけどね、原作は読んだことない。そう、絵が違うっていう、ストーリー考えるのはちょっと相談したけどみたいな、イラストはみたいな。漫画は中身と絵を描いてる人は別々の人って、そういうことあるんだね。あ、そうね、ほんと「転スラ」も「ボルト」もいつ終わるのか不明で、「転スラ」続いてる、まだ。なんかさ、終わったと思ってるの私は。でも「転スラ」ほんとにね、終わりがわからない。まあ意外とね、そういうことありますね。ね、そうだよね。なんか全部さ、一緒に同じ人が考えるのかなとか思ってたんだけど、意外と別だし、あとその長編ってなった時に引き継ぎが行われるんだなっていう、全部その真島ヒロさんだったら真島ヒロさんがいるわけじゃなくて、その続編は真島ヒロさんから引き継いだ誰かがやるみたいな。そう、驚いたね。あと真島ヒロさんがよくやる手法の、前作のキャラクターを1匹次の作品に絶対出すっていう のが本当に大好きで、そう、本当に1匹絶対出すんですよ。しかも1匹
そう、レイブっていう最初のアニメ、すごいわーってなったアニメから、プルーっていう、ブルーか、ブルーっていうキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターが そう、フェアリーテイルっていうその次の作品に出てるんですよ、一匹。そう、プルーめっちゃ好きなんだけど、プルプル震えてんの、ずっと。プルーが。フェアリーテイルにも出てて、で、ずっと結構ずっと一緒にいるんです。で、今やってる、エデンっていうやつがあるんですけど、エデン何々みたいなやつ、長いやつなんだけど、それにはそのフェアリーテイルっていう世界観の中から、あ、白い犬です、そう、フェアリーテイルに出てる白い犬、全然犬に見えないけど、はい そう、プルーが、まあ、フェアリーテイルに出てて、で、次はそのエデンズ何々みたいなやつに、ハッピーっていうね、フェアリーテイルですごい人気のキャラだったハッピー。ハッピーあれだよ、釘宮理恵さんが声やってるから、すごい、本当にすごいんですよね。すごい人がやってる。そう、ハッピーっていうのが、ハッピーっていうキャラクターが、次はその、そう、出てるっていう。次の今の新作にハッピーが出てるとか、すごい面白いんですよ 絶対、あ、そう、エデンズゼロです、そう。そういう、こういうのさ、聞くとさ、前作見たくなるよねっていう。面白いんですよね。あ、手塚治虫さんはあった、そういう手法。いや、本当にね、いいなって思った。お、スパイファミリーね。いや、声優さんも結構好きですね。私だって声めっちゃ好きな人いるんですよ。坂田銀時役の、そう、杉田智和さん、そう、まあ、花澤さんも好きですよ、働く細胞を見てたから、赤血球好きなんですけど、そう、銀さんの声、杉田さんの声がめっちゃ好き。オタクに声は難しいの、え、ポンめっちゃポンポン言うね、ごめんね。そう、普通、そう、坂田さんラジオも面白いんですよ。そう、ラジオもめっちゃ面白くて、そうで、オタクに声は難しいの、そう、杉田さんだっけ、あの人の名前、なんだ、オレンジ頭の、すごい顔の人がいるんですけど、そう、その人の役、声すごい好きで、誰なんだろうって思ってたの。そう、あ、きょうくん、ごめん、きょうくんじゃないんだ、フルーツバスケットじゃなくて、オタクに声は難しいっていうアニメの、そう、樺島だっけ、樺島かも、でもそういう名前だよね。そう、そう、まあ、男に声は難しいの、それでずっと声いいなって思ってたら、まさかの、そう、杉田さんだったりとかして、なんか共通点、なんか好きな人が大体杉田さんみたいな感じになってて、そう、声が本当に好きです。いや、わかる、杉田さんわかりやすい。でもさ、ああいう声の持ち主って少なくない？本当にすごいなって思う。大好きです。だから YouTube とかも聞いてて心地いいんですよね、声とか。Netflix あるかな？
どうかな。いやでもね、私も分かるようになりたいの、声優さんを。あ、これ何々だ、何々さんだって分かるようになりたいって思う、すごく。でもそう考えたらね、銀魂のよろずやの三人衆の声優さんは本当にすごい。私全員好きなんですよ、声が。あと杉田さんと、あと何だっけ、金八だっけ名前。そう、あ、もう見えからの時間か。うわ、いや、宮野真守さんも好き、好きです。プライムビデオのシーン見た？最近はさ、舞台のお仕事とかもされてらっしゃるから。神楽ちゃんが久々宮さんなんですよ。そうだから本当にね、なんかめっちゃレジェンドだと思う、本当に。銀魂のあの三人衆はレジェンド、レジェンド。いろんな作品でなんかやっぱ何やってもすごいなって。そう、宮野真守さん好きです。最近舞台やられてらっしゃるんで、舞台なんか見に行きたいなーって思ってます。それ言ったら平野綾さんもなんですよ。フェアリーテールの、ヒロイン役の方なんですけど、ルーシーっていう役の声優さんなんですけど、有名になったら「春日の憂鬱」の名字が何だっけ、何々春日の憂鬱っていうアニメで、アニメのヒロイン役やってた方、歌も出してる。そう、鈴宮春日、名前合ってるっけ、名前。そう、鈴宮春日の憂鬱っていうアニメの主人公をやってる方で、もうそこでもすごく有名になってらっしゃって。そうで、ルーシーの声もすごく素敵で、声優さんやってて、今度のディズニーのアニメのね、声優さんもやってるらしくて、見に行きたいなーって思ってます。ということで。はい、いや本当に大変だね。もうやりたいことっていうか、追いかけたいこといっぱい。何歌おうかな。これいいんじゃない？ それでは聞いてください。昨日よりもっと好き。その場所
て欲しいと言われても今まで興味なかった。昨日よりもっと好き、加速度を増してる。なぜ好きになったのか理由なんて思い出せない。明日とか来月とかどれくらいメロメロかな。いやでもこれすごく合ってると思った今日の話に。そう、もうキュンキュンするもんね、好きなものの話はね。嬉しいですはい、好きなものは違くても気持ちは一緒だと思う、そういうなんか好きなものがある人は。ということでキュンです。はい、ということでランキング発表いきたいと思います。13位からいきます。ヘギョンに、まず13位ヘギョンにチプサムイチュカヤ。そして12位が星侍さん、12位おめでとうございます。そして11位が太郎ちゃん、11位おめでとうございます。そして10位がホタルミュウさん、10位おめでとうございます。そして9位がミッチーさん、9位おめでとうございます。そして8位がジョーさん、8位おめでとうございます。そして7位がココンにチルイチュカヤ。そして6位がテオネオさん、6位おめでとうございます。そして5位がフロフミさん、5位おめでとうございます。そして4位がリムさん、4位おめでとうございます。そして3位がヌーコッパ、サムイチュカヤ。そして2位がボクサーテルサノブちゃん、2位おめでとうございます。そして1位カーク先生、イルイチュカヤ。はい、頂戴してる方まず読んだので、じゃあ次は14位から読んでいきます。ミュー48、ミューさん、ポングポングさん、トッシージャケンさん、最高のフィナーレオさん、サノシピシアさん、チェンジ D さん、鉄道好きコナーさん、カカアイナさん、ウィオムイテフクマロさん、池新井さん、ホアンさん、トットシージアリングさん、ユーマさん、ヒロさん、クラウド QT さん、タッキーさん、 XD さん、ポポロンさん、フィンド 4B さん、スラーヒデちゃん、和田さん、ユーユーさん、メイケンエイトさん、シルバーさん、コサスミューシー、ウィンパディさん、ミューミさん、カラダニピースさん、ミョンニダゼロさん、ヒヨパンさん、マイさん、シマヤンさん、ヒデジロさん、クラッシングさん、 AK さん、ゴールド888さん、魚さん、ナオさん、イーグルイーグルさん、パランクスさん、クックさん、グリフォンさん、コウさん、最後のシシャモさん、タカさん、エサッシーさん、ミキトさん、ケンさん、サカツネガメさん、フッちゃん、加藤 BB さん、ハスキーさん、ピンクキャンディーさん、オーちゃん、カニミソさん、ブラウンシー、ビッグママさん、ミューディーさん、リックスさん、シュナオシー、シュナちゃん、ブチカワイさん、ネちゃん、タイさん、アヤカンちゃん、KYS さん、井上義弘さん、コウキさん、ピーちゃん、焼きトウモロコシさん、ケンシンさん、いつもし、メタルピーチさん、ケビンで、なんじゃ、BRUNY さん、刈り上げくん、コウタロウさん、ユータロウさん、
ぐんちゃんゼロさん、サンタ花光さん、みゆがちごやし、たっくんフロストさん、ラブリーさん、かっくんローソンジさん、ちひろさん、はい、100位以内の方を読ませていただきました。見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。はい、じゃあスクショタイムいきますね。いきます。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあポーズどうしようか。これかな。すごいね、光沢があるからね。うんうん、はい、あ、はい、チーズ。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。見てくださってありがとうございました。明日は美容室行ってくるので、そう、ちょっと遅くなるかなって思います。今日くらいかもしれない、明日も。ということで皆さん、また明日、おやすみ。じゃじゃ、オラテリソードカウンナ、おやすみなさい。またね。